はい、また寿司やってます。ランチ。ね。あのさ、<laughs> あのー、関西の方に住んでるタイ人家族がいるんだよ。友達でさ。彼らがさ、あの、地震でめっちゃくちゃビビってんだよね。うん。あのね、タイ人の中でも日本に大きな地震が来るぞっていう噂は流れてんだよね。とんでもねえの来るぞみたいな。気をつけろみたいな。うんで。日本でもそういう話多分してるでしょ、さすがに。 南トラフとか、ね、もう一回、ね、宮城の方とか、なんかいろいろ言ってるように思うんだよね。うん。ね、そういう大臣の方をね、救ってあげたいなって気持ちもするんだけど、まあ彼らは国に帰ればいいだけの話だから楽だよね。日本から動けないって人は辛くないね、ここしかありません。つって。例えば東京大空襲でさ、結局東京に家があって、 ねあの頃超密集してたはずだから、東京の人口って。ねそっからなんだかんだ動けずに東京大空襲に遭うとかさ、ね。そういうのは、超きついよね。動きようがないっていう人はさ。うん、あの頃さ、戦争でさ、子供たちは危ないからね、ちょっと地方に疎開して、つって、疎開してっていうアイデアがあるってことはさ、ね、東京が危ないっていう認識があるって。 でもお父さんお母さんたちは東,東京にいるとかさ、ね、そういうことでしょ危ないって分かっておきながらも逃げづらいっていうなんだかんだ大丈夫じゃないかって思ってるってう,うん。で実のところ今日本はそういう状況にあるとも言えるよねその時にね誰かこういざとなったらね頼れるつてがあったらいいよねああもうなんか危ないなーって本当危なくなってきたなーって時にじゃあちょっと1年ぐらいねここに住みましょうかとかっていうさ そういう地域、めぼしい地域に友人がいるってさ、そういう状態を作れたら少し気が楽じゃないどこまで楽かはわかんないんだけど、ねだから。まあそういう意味ではね、チェンマイって超おすすめだよね。超おすすめ。一年間いても全然金かからないし、地震ないし、台風ないし、ね。要は金かかんないんだよね。そういう危ないことがさ、 人災しかないから、起きてることの悲劇は全て人災だからさ。人間によるものだから。うんね、そういう意味では、チェンマイね、おすすめだね。マジで。うん、で、まあ、俺の、俺がここにいるんだったらさ、俺を頼ってくればいいわけだし、ね。えー、じゃあ、ね、100人が、ね、みんな、ね、あなたを頼ったらどうするんですかって、そんな頼んないでしょつって。うん。でもね、仮に頼ったら頼ったで問題ないよね。 それが、100人だろうと、1000人だろうと、どうにかなるもんだよ。そういう時って。ね。うん。でも、一番怖いのが、そういうアイデアがない状態。ゼロの状態が一番怖いよね。うん。チェンマイっていう街を知らないとかさ、そこに住んでる人間がいないとかさ、情報がもらえないとかさ、うん。全くの白紙の状態から何も絵が描けないっつって。それが一番辛い。ね。だから、まあまあ、 ね、変な話になっちゃったけど俺がここにいるんだったら、ね、俺を頼ってくるのがさいいんじゃないって思うよね、うん、そういう時ねかなりのほどできるタイプの人間だよ、うん、俺ってうん実例もねたくさんあるしねあのさ友達のヨッシーみたいにさ20歳ぐらいの彼女を作って楽しくやるのもいいじゃんあそっちがメインだよ彼女作りたくてで自信は言い訳移住するための言い訳でさ、ねまあ、その際はなんか俺にメールとか あの、このコメントになんか書いてくれたら、あの、何でもできますから、うん。安心してください。あ、そのためにはね、チャンネル登録をお願いします。ね。チャンネル登録を、えー、しておいてください。